はい、こんにちは、ドエスでございます。あ、違いました、レイでございます。今日はね、サイコブレイクエクスキューショナーの続きをやっていこうと思います。今日はね、なんかここにですね、なんかこうモヤモヤ地帯がありまして、なんかここでお金が稼げるらしいんですよね。多分ここでその戦っておじさんを育成するっぽいですよ。はい、何どうすんの、どうすんの、どうすんの。あ、なんか上に出てきた。うぃー、おりさんアタック。あ、くそ、これいつもすんげー当たんねー。あ、痛い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 、ってバカ野郎、この野郎、お前、おい、ちょっと来い、おい、どうしてほしい、どうしてほしいか言ってみろ。ほら高速で焼いたろか、おい、ほらさあ、次早く来なさい。お、なんだ、あ、なんか来た、すげえ。ほら、おいで、ほら、えい、ふぅふぅ、ほら、どうした、こんなもんか。ほら、お前はどうしてほしい。2階に来たいか、2階に。よし、2階に。はーい、ほら、あ、ごめん、行き過ぎたわ。すまん、天井まで行っちゃった。あ、もう一人、じゃあ、えい、じゃあ今度こそ君は2階に頑張って俺飛ばそうと思う。えい、あ、ごめん、ちょっと天井気味だった。はい、次の方。あれ、どこ行った。声だけ今聞こえた気がしたんだけど、え、あれ、あー、来た、いらっしゃい、うー、あ、くそ、やっぱこれ当たんねえな。一斉に来るとちょっとこれ危ないね。うまく戦わないと。ういやりたいことがある。ほら、お前にこいつをくれてやろう。さい、さあ次はドイツだい。ふう、話にならんの。さあ、このフェイキングおじさんに勝てるのかな。サイドステップ、これサイドステップ難しい。今度こそ当てたい、今度こそ。あらい、はい、よいしょ。ほんと別ゲーだな、もう。さあ、こいつをくれてやろう。ほれよ、よいしょい。なんだね、君たち、こんなんで俺に勝てると思っとんのかね。ほら、高い。あ、生えたな、あいつ。頑丈な子がいた。いやー、この圧倒的な無双感たまりませんね。やる気あるの？えい、はい、次の方。あれ、おお、また来た。入ります、こんにちは。はい、なんか出てきて、そうごめんね。よいしょ。あ、どうした、なんか近くにいるぞ。あれ、どこ、どっから湧いてる。ん、見当たんねえわ。ほら、ちょっと外したわ。あれ、こいつしかいないのかな。金メダルだ。ん？おお、終わりなんだ。なるほど。こんな感じでお小遣いが稼げるみたいですね。続きやりましょう、続き。どうだろう。これなんか、ジュリジュリしてるとこは関係ないのかな。次どこ行くんだろうね。あ、でも下、あれ、下の道ってこれ
よいしょ、これいったよね。逆かな、逆かな。はい、じゃあ、あ、これだね、多分。こんにちは。あ、来た来た。あ、来た。威勢がいいね、威勢がいいね。いつまでその威勢を保ってられるかな。はい、頑丈だね君。はいはい、はい、次。あ、このガトツ当たんない、ガトツ。はい、いやー、ほんとこれちょっと当たんなくて困っちゃうな。はい、さあさあさあ、ほら暖炉にぶち込んでやろうか。ほい、あ、すまん、無理だったわ。よいしょ、ほら起きなさい。はい、さよなら。いやー、この金庫おじさんのパワー凄まじいぜ。あ、まあ、悪い子はいねえが、悪い子はいねえが。なにこれ、あ、メダルだ。銀行おじさんは手でドアを開けたりしません。左のなんかやつなんだこれ、ダイナマイトか。あ、ちょちょちょ、違うの違うの。こんにちは、どうもです、銀行おじさんです。なんかセバスチャン編だとこのいうとこにトラップ仕掛けてある。あれ、何もないな、ありそうなもんなのに。こんにちは。金庫があればワープで進める。どうやってどうやってどうやって、あ、すごい。あ、やるよ、ほらやるよ、これやってたやってた本編で。痛い、このワープ痛い。こんにちは。金庫かへ、金庫へ。入出金が可能です。信用金庫おじさん。あ、なんだこれ、ちょっと何すか、額、額。娘の書き置き、みんな化け物になってしまうの。背の高いおじさんが迷子で困っていたから一緒に歩いたの。どっから来たか思い出せないんだって。見えないお兄さんにいつも話しかけるから怖くなって逃げたら追いかけてきて化け物の姿になってた。見えないお兄さん。私もそうなるの、変なことが多すぎてここに来る前のことがずっと昔に感じる。やばいやばい、娘がどんどん、娘の怪物化が進んでいる。急がねばいけない。娘と戦う悲劇なんてスプラッターハウスみたいで嫌だ。あれは彼女だったけど。あ、これだ、 CB207。 ここに奴がいるのか。救急箱置いてあるけど全然ダメージ食らない。これだ、双子の弟だ。みんな迷子。兄ちゃんとお出かけ嬉しい。かくれんぼしてたら迷子になった。僕より小さな女の子がいたから泣かないで遊んであげたの。ほうほう。お家に帰れるように一緒に歩いたよ。でも女の子は途中で走り出したからいっぱい追いかけっこした。また女の子は迷子になっちゃったのかな、いなくなっちゃった。いつの間にか僕は大きくなったみたい。兄ちゃんと比べなきゃ。僕を呼んでる。誰、兄ちゃん？お化けの格好のお化けがいる。おもちゃがなくなった。兄ちゃんと遊ぶのに。チェーンってなんだろう、名前だと分かんないな。大きくなったっつった。あー、あいつかー、タワー、なんかあのでっけえ巨人みたいなやつ、あれかー。すげえ、また夢の対決だ。うわー、こいつとおじさんの対決かー。これはすごい対決になりそうだな。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、すげえ。え、なにこれ、あ、こうやって隠すんだ。おお、なるほどね。うぅぅぅ、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これなんかさ、あ、やばい、やっぱりやっぱりやっぱり、なんかそういうやつか。わかったわかったわかった、仕組みがわかった、仕組みがわかった。えぇー、で、で、鼻、あ、違うの、あ、そういうことだよね、そういうことだよね。で、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 こう近づいて、おらい、健康おじさんアタック。なるほどね、こういうことをしていくと。はいはいはい、わかったわかった。
たやべやべ、さすがのこっち一人称きついな。一人称はちょっとこう敵の動きが見えづらいから。なるほどね。ういこいつらはちょっと順調にはけて、あーあああなるほど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 、うおー、うーんうーん、急げー急げー急げー、あー来た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 、あいたー。でガゼンちょっとゲーム性が上がってきた。おいでちょっと一瞬、あここにもあんじゃん、ここにもあんじゃん、いろんなとこにあんだ。なるほどなるほど、そうか、さすがにそれ一箇所じゃねえのか。他には他には他には、ここにもある、ここにもある。こいつらちょっとここに殺そうぜ。ういうい、くそやばい、わあやばいやばいやばい、ちょっともっと冷静にやらねば。ふぅインコおじさんがさ、これそのこうやって奮闘してる姿さ、俯瞰してみたらめちゃくちゃ面白いと思うんだけど、なんでこれ一輪称なんだろう、もったいないね。面白いと思うんだけどな、これ走ってる姿とか、となんか外視点から見たら。あこれやってる間殴られんの、マジで、あはは、マジか、大試合ホームラン、この野郎覚えとけよ、後でぶっ殺すからな。ふぅ、お前らさ、お前らマジで邪魔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 なの君たち、ほんと邪魔、空気読んで。チェーンの攻撃を誘ってこいつらを殴らせるっていう、あちょ思い通りになんなかった。あほらほらほら来た、ほらこんな感じでね、いいでしょ、作戦成功でしょこれ。手前のバカチンに当たった。やばいやばい、走ってきてる走ってきてる、逃げてー、あー助けてー、怒ってる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 、うーこういうとこなんかないのかな。ふい、金があった、よしよし、こっち来てよ、ほら、あ、バカがいた、バカチンが来た、おんにやろ、お前邪魔すんじゃないよ、てかお前これ必殺技に入るとまたその間にぶん殴られるっていう悲しいこと、これでいけんじゃない、これでいけんじゃない、これでこれでちょっとどいてくれる、どいてくれる、ちょマジでどいて、マジでどいて、お前めっちゃ邪魔なんだけど、ちょっとマジかよ、ボケこら、開いたーキャーやめてやめて、くそ今ので決まってたのにな、めっちゃ今のクソだな、うわー外人だったらファックって250回ぐらい言ってるとこだよ今。よし倒った、倒れろ倒れろ、よし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 、早く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 行くぞー、1、2、3、ダイ、ご苦労様ですちょっとお腹の中からぬるぬるって金庫で、ちょっと金庫じゃない、お金程度で気持ち悪い。勝ったー、なんだこれ、ショップで弾薬の最大消費数、弾薬、ダイナマイトのことかな、わあ嫌なスプリンクラーが出てます、メビウスファイルを探せ、ここだろ、あ出た出た、指令書だ、双子の弟を殺したことでお前の娘の記憶喪失への進行遅くなった、また一方で彼女以外4名の被験者はステム試合がさらに進んだようだ、この館で現在位置が確定しているものは残る刑事だけだ。該当エリアに侵入し刑事を殺せ、ステム支配にあるものを殺し、その影響を排除することで記憶が守られるかどうか、現段階では推測の域を出ない。全体の記憶保全低下には未知の要素の影響が考えられる。
徘徊傾向にある彼女の行動の観測と想定にない現象に気を配る必要がある。刑事って言われるとすごい気になるよね。セバスチャンたちが全く関係ないかどうか、キッドとかね、ジョセフとか。うん、一旦ちょっとショップ行きましょうかね。へい、あ、セーブもしとこうかな。いやー、なんか俺も娘嫌な予感しかしないな。みんなもそうでしょ。こんなお店あるか。こんなお店見たことねえよ。なんか結構武器もあるんだよな。これ防御力はあれど攻撃力ってないんだね。ステップの速度、あ、移動派でも大事だな。この辺やっぱ基本能力はね絶対大事なのは分かりきってるので、全体的に上げていきたい。この辺もね投げていきたいけどお金がない。動けない敵に投げると有効か。優先、あー、トラップの後に投げるんだ。なるほど。1個だけちょっと買っとこうか。今んとこなんかこういうの使わないと本当やべえっていうやつにまだ出会ってないからね。えい、あ、てか体力上げたら回復すんじゃん。あ、ちょっとこれ知っといたらよかったな。失敗したね。まあ、いった。ほい。なんかこう掴んだ後にバックドロップするとかそういうスキル欲しい。上かな？上、なんかね。上行ってみましょう。うおー。こんにちはーす。あ、こんにちは、どうも。はい、はい。この2発目のちょっと当たり。はい。はい。はい。コインゲッツ。なんか出た。金コインだ。金コイン。金庫かかってる。あ、なんだこれ、なんだこれ。え、あ、回復ね。回復なんか有限っぽいね。なんかこういう置き方してるのを見ると。なんかホイホイ取らない方が良さそうですね。あれ、ないんだ。ここなんかありそうな気がしたのに。はしごを取られちゃってるね。はしごを登るっていうアクションができないのかな。そっか、あ、こっちがあった。なるほど。ネズミがいる。誰かいます？あ、いたね。こんにちは。目光ってますね。はい。はい。キングアタック！どうだい？僕にお金を預けたら絶対に取られないよ。はーい。こんな金庫どうですか？よし。なんかねえかな。このお金飛んでくるのありがてえな。取りに行かなくても。いや、まさかね、このタンスに隠れてた敵も、来たらぶっ殺してやるぜ、つって出てきて、こんな化け物いたらびっくりする。ってなる。人間ぶっ殺してやる、つって隠れてたんだろうけど。まさか頭に金庫ついたムキムキのおじさんがいると思わない。すまんな。今回はそういうゲームなんだ。ルンリリンリン。あ、いた。なんかここにいた。はーい、こんにちは。はい。どうも。どうも。このね、初段の一発目がなかなか早くて使いやすいんですよ。はい。足攻撃威力弱いんだよな。あ、なんか。あ、書き置きだ。私は大丈夫。メガネをかけていても話せる感じじゃなかった。あの人の笑い声が頭の中でぐるぐる。あの人はもう自分が誰だかわからないんだわ。自分を見失わない秘訣はここから出たら何をするか考えること。メガネをかけていても話せる感じじゃなかったっていう言葉がよく意味がわからないな。
メガネ、メガネの刑事って言えばジョセフだけどね。あ、ここに入った。なるほど。娘を返せ。あ、こんなとこにお店が。フェーズ5。このフェーズ4において刑事はステム支配による事故の喪失と回復を繰り返していた。やっぱこれジョセフじゃね。自殺衝動による自傷行為、未遂を含めこちらで4回計測。また繰り返す過程で容姿の変化が断続的に起きた。現在回復状態から一転自己喪失状態にある。ステム支配での意識の流入が起きている。記憶の混乱と言語機能の低下。ジョセフだとしたら、ああやっぱりそうだ、ジョセフオーダーだ。え、ジョセフこんな実験にもう使われちゃってんの。セバスチャンたちはどうしてんだよなこれ。ここか。あ、来た。そこか。銃持ってるし。いやー、ジョセフさん順調に決まってますね。うわ、撃ってきた撃ってきた。そのこれ、ふマジかよ。全体ショー。待て待て、どこ行ったどこ行った。なんか今すげえでかいのいたぞ。うわわ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 わ、マジでマジで、入れて。あれ、何された。俺ほらー、なんじゃこいつ。よいしょい。なんだコインか。お前ちょっとこっち来い。なんかそこ出たら撃たれそうなんだよ。早くおいで、早くおいで。撃たれちゃいそうなのよそこ出たら。ふぅ、どこだ。ジョセフいた。お前マジか。とんでもねえな。火炎瓶投げられた。これは大変だな。マジかこれ。近寄るの。回復とか出ないのかな。きついな。おマジでこれ。うわ、一人称やりにくい。おお、これ絶対無理じゃんこんなの。やーべ、めっちゃやりにくいな一人称。うわっ、ほらー、オッケー。どこ行った、どこ行った。決めろ。え、なんこれ。あとちょっとだったのに。くっそー。火炎瓶か。なかったー。当たったぞこの攻撃が。くっそー。これあれだな、やべえのが死んでるけど道具はなくなっていってるんだよ。でもこれさ、その雑魚で戦ったお金って、あ、溜まってんのかな。繰り返してりゃいつか勝てるってことかな。まあ言い方を変えれば。あ、てかこれあげれんじゃん。これだ、これめっちゃ育てよう。これをハンマーの威力さえ上げていけばなんとかなる。
ハンマーの威力を極限まで上げればもうさっきとか試合決まってたからな。そこか。攻撃こそ最大の防御なり。ジョセフィー、早く降りてきて。あいつが燃えないのがうざいな。燃えないのずるいよ。降りておいで、ほら。あ、減る減る。さっきより全然減るね。あ、あいつ押し倒してる、すげえ。ほれ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 。なんか移動する位置も決まってる気がするな。ちょっとこの上で戦っちゃダメなんだよ。いて、嘘、今の当たんの。うわー、これクソ。振りながら俺の内側に入ってきやがって。俺決まるか。おお、バカ、お前やるな、そんな手で。おお、なるほど、そんな自分の守り方ある。決めたい。よし、やったー、いいとこにはまったね今ね。強かった、さすがジョセフ。これでもジョセフ死んじゃうのかな。あ、火炎瓶が買えるようになった。スピードの最大レベル。どうなんだろう。あ、開いたね。娘を追え。でも、またテキストが。あ、出ない。そっか。これ取ろうぜ。あ、全開しないんだ。あ、そう。そうか。でも、まあ、死んだら全開するから、そんなに重要じゃないよね。言っちゃえば。はい、じゃあね、ここで区切ろうと思います。また次回もぜひ見てください。お疲れ様です。気になる。